ヤクルト先制の1点、宮本のスクイズ、岩村ホームイン。3回の裏ヤクルトは1点を取りました。まあ、宮本もスクイズの素振りは全く見せませんでした。まあ、これでね、石と言いますかね、はい、ゲーム展開の上からいくと、まあ、1点取られてもまあタイゲームという、はい、そういう面では少しプラスになるんですよ。あ、そうですか。だから体勢を大きく左右する1点ではないんですよね。だけどピッチャーとしては、はい、石あまり良くないですから、はい、これはスクイズで1点取れてくれたということはありがたいんですよね。はい、あ、そうですか。はい、1点取られてもずっとまだタイゲームだっていうことね。うん、序盤の3回終わって4、5、6の中盤に入っていきます。ヤクルト1点のリード、スクイズで1点です。また初球カーブで入りました。わずかに外れています。最初は空振りの三振のバッターの大砲。今日もジョンソンに代わってさらに入っているのは左の石井和久ではありますが、左の大砲です。昨日は本当に大きなホームランを飛ばしました大砲。3回までヒットは1本に抑えているんですけれども、フォアボールを出しています。フォアボールは3つ出しています。ライトへ、同点アーチか、入ったホームラン。大砲災いのホームラン、見事なアーチ、1対1同点アーチです。今大砲ホームイン、第5号2試合連続のホームラン。ヤクルトスクイズで1点、阪神ホームランで1点。何かこう左対左で大続きの三振してるんで、はい、まさかホームランとはという、カーブがねちょっと甘く入りましたよね。はい、あ、そうですか。はい、昨日はこれ宮津さんね、チームにとっては、3回の裏のスクイズが、この大砲にホームラン打たれたということで生きてんですよね。はいはい、はい、そうですね、はい、なるほどね。今のチームの勢いからすると、ヤクルトより阪神の方があります。はい、これやっぱりリードされたらね、ヤクルトはうっと不利になるんですね。あー、なるほどね。ということは今日はヤクルトが勝っていくためには常にその何であれ点を取って、その先手先手で行かないといけませんね。そうなんですよ。ヤクルトの勝つ一つのパターン、条件として、やっぱり先手が確率が高いですね。バッターやにボールカウント 2-2 です。まあ、変化球カーブは今日は多いんですけれども、そのカーブを捉えた大砲、甘く入ったといえ大砲のバッティングは先生いかがでした？はい、今年はいいです。はい、いいですかね。はいはい、2試合連続のホームラン。ちょっとこれではジョンソンは今日はちょっと体調も崩しまして、スターティングメンバーには出ていないんですけれども、ジョンソンの出る幕がなくなるかなというような大砲の見事な昨日今日のホームランです。今日は左のこの石井和久から今同点アーチを描きました。さあ石井和久もここまでです。頑張らないといけません。これを出すとちょっと嫌な感じになってまいります。
よくあのホームランの後のフォアボールというのはね、はい、あまりいいものではないですから、そうですね、あのピッチャーがね、ホームラン打たれてしまったと思って、はい、それで次のバッターにフォアボール出すと落ち込んじゃうんですよ、これも当然ですけどね、でしょうね、はい、ホームランのそのショック後遺症というのは、はい、このフォアボールに出なければいいんですが、石井注目しましょう。次の球7球目甘く入ってヒットを打たれました。これがちょっと ね高め抜けてきてるんですよ、これの方が怖いですね。バッターは今岡です。ちょっとそういう微妙なピッチングの変化がこの回ありますか、はいはい、タイガースあっという間の同点に追いついて、なおノーアウトランナー一塁、バッター今岡です。宮田さん、はいどうぞ。大砲選手のホームランなんですけれどもね、はい、打ったボールはスライダーかカーブ、どちらかわからないという話なんですね、うん、はいはい、まあ、石井という投手がいい投手なので、気持ちだけは負けないように打ったということなんですね。あ、そうですか、まあ、先っぽだったけれどもよく飛んでくれましたと、うん、こういう話です。今岡添さんから大砲のホームランダウンが入りました。三塁ゴロ、それがおっと送球姿がアウトです。若い岩村にはちょっと守備の不安があるんですが、アウトになってよかったというところです。二塁はフォースアウト。まあしょうがないか、はい、若いんだから、ね、岩村、はい、ダブルプレーだったと思います、うん、うまく処理していけば、はいはい、せっかく、まあ、バッテリーとしてはランナーが一塁ですから内野ゴロを打たせたんですけれども、ここも当然バッテリーは内野ゴロを打たせるようなピッチングをしてくるでしょう。2杯高めの球でした。思い切り打ったんですが満員のスタンドへ。ご覧のように神宮球場土曜の夜超満員です。宮田さん、はいどうぞ。石井投手本人の話なんですけれども、はい、調子はぼちぼちですということですね。ぼちぼちですか、はいはい、まあ、古田さんの指示通りやっていますということなんですね、はい、タイガースが何をやってくるかわからない、まあ、そういうチームですので、まあ、隙を見せないようなそういうピッチングを心がけているということです、はい、というその石井ですが、やっぱり古田のリードがテオリー。センターを追いついた。ちょっと危ない当たりでした。先ほど関根さんが石井のピッチング、ちょっとこの回あたり、まあ、3回までとはちょっと違う甘い球があるというお話もありましたが、山田にもいい当たりされています。この回確かに当たり自体がいい当たりが、はい、いいですよ、出てきましたね、うん、タイガースに。それと、今のカーブストライクですよ。今ストライク、うん、はい、非常に取ったり取らなかったりしてますからね。あ、そうですか、やぶヒット。やぶ今シーズン6本目のヒット。調子のいい時、乗っている時だったら取れたんじゃないかなと思わず思ってしまうんですけれども、
マウンド上に内野手が集まります。スタンドは白、それから半袖姿も多いんですが、ヤブはウィンドブレーカーを着ます。もうすっかり上空暗くなりました神宮球場。今までの当たりとはちょっと阪神打線、やっぱりこの4回に入って関根さん違ってきましたね。確かに違うですよ、はい、この石井のパターンが分かりましたからね、はいはい、やっぱりその変化球が多いという、そうですね、はい、だから石井のイメージを、が、石井は立ち上がりから逆のイメージで来た、逆で来てますから、はい、だからもうイメージは合ってると思うんですよ阪神打線は。今日はこういうピッチングというのね、はい、今日は三振とフォアボールです。バッターの坪井、ヒットの方は4試合連続、昨日も2本のヒットを打っています。シーズン当初はこの坪井の方はなかなかヒットが出なくて、一時はスタメンも外れたこともありましたけれども、それがもう嘘のようにあっという間に3割に乗せてしまいました。皆さん、石にとってはここはちょっとツーアウトですが、二塁一塁得点圏にいるんで、バッター坪井で、はい、ちょっと大事な場面ですね。いやもうこれ大変な場、大事なところですよ。大変大事なところ、はい、抑えなきゃいけません。ピンチです。バッターマウンド上の石井、ワンスリー、ランナーが二塁一塁です。ストレートで空振りはボールカウント 2-3。フォアボールもあるんですが、今日は変化球でカーブで三振に取っている石井ですが、この大事な2アウト2塁1塁、この回4回の表ですが、ホームランも打たれています。今のボールが放れるんなら、今のコースへ同じボールでもいいんですよね。あ、そうですか。だけど放れるかね。ストレートインコースでした。外変化球ちょっと腰が引けた、セカンドゴロ、1塁へアウト。たわしのピッチングで坪井をセカンドゴロに打ち取りました。4回の表阪神タイガースの攻撃が終わりました。背番号55大砲、この大砲のライトスタンドへのこのホームラン、スクイーズで1点取った後すぐ阪神タイガースはこの大砲の第5号、昨日に続く2試合連続のホームランで1対1の同点に追いついています。神宮球場4回の表を終了、1対1です。